プロレスシーズン1からいるこの2チームの戦いです。ICR ハムスター。ICR サップですね。あ、カスタムよ。カスタム？うわぁ。何見てました？いや、スカルカーつけてるハムスター。スカルカーのグリップクイドロサップですね。グリップクイドロサップ、あー、スカルカーつけるのは変態だろ。スカルカーってあれですね、赤パーク。そうですね、横移動が速くなるやつですね。シティ環境到来ですかね。ストックはつけないんだな。スカルカーがストック代わりって感じなんですかね。うん、ライトウェイト捨てて。さあ、この第一拠点リジェクトが取っています。ジュピターとしてはリスポーン買いに行きたいんですけども、コウがガソスター抑えてますね。もうここ RC が取ったら取り返せないんでね、ジュピター。なかなかまだ裏路地が入ってないんで、これがチャンスですけども、裏路地につけられたらきついですね。あ、コウ入っちゃいましたね。コウが入ってきてる。1人目キャーリーがもう1枚。さあ、地点の中はリジェクト、ここまで完璧です。パーフェクトゲーム。いやー、こう一人でガストリンスタンドが抑えてますね。ジュピターは対処して同窓側から回ってきてますけども、ここの正面ショットランドダブルキル。ただキャリー木使っても結構掛けが見受けられますね、ジュピター側。一枚も掛けずに行きたいところって感じですかね。そうですね。さあ、ゆいけ地点突っ込んでいた。地点は残り20秒。いやー、マックイーン。いや、ムスターが PDW を拾うと。おい、1ポイントも乗れないぞ。ハムスターが1人で乗れない。ただここで取れるの。次ポーリジェクト取ってますね。お、取れました。ここで1点入りますが、ただ、ただ次ポー取ってるんですよね、リジェクトが。いやー、ここまではリジェクトが貫通しています。ハードポイント、いや、きつそうですね。ジュピター、リスポーンもかなり奥に追いやられている。で、コウが何ちゅう、この前の位置で削る役割ですか。そうですね、コウ結構キャラコンを使いながら前線上がっていくんで、嫌いので。いやー、強いですね。ここから上がっていきたいです。さあ、この拠点残り20秒。いやー、まさかのこの試合展開、誰が予想したとことか。100、130点差。ここまでリジェクトパーフェクトゲームで、第1拠点、第2拠点、第3拠点取っています。もうこの第4拠点、ただその RC をめちゃめちゃ警戒してますわ。ゆうけ、さあ、ゆうけ1人持っていく、2人目持っていく。地点はメロが乗っています。さあ、ガソスタ側から人数かけてきてリジェクト、ここからジュピター追い上げいきたいところ。いや、めちゃめちゃきますよ、ここで RC が5枚で抑えられるか。ランポとアユイケ抑えれるか。ただここで2階から2枚でいきます。 RC2 階はランポが抑える。しかし地点の中2枚3枚。いやー、美しいというばかり。地点中取り返しました。残り時間20秒。もうすぐシフトをすると思うんですけども、はい。いやー、ジュピター苦しい展開が進みます。地点取れない。再び130点差まで広げました。次一歩で取り切りが見えています。リジェクト、これがプロチーム同士、同窓選手は取ってるんで、ここからじっくり決まりができますね、はい、RC は。まあ、ポイントなんかを勝って、あとは青盾側にさせれば RC ゲーなんですけども、リスポーンはどっちが取る。ハムスターが耐えているが、ここはリアが後ろからカバー入りました。地点中ジュピター取り返しています。うーん、ランポも一人持っていきますが、ランド耐える、ランド耐える。ここはなんとか耐え切って、リジェクトのリスポーンマップ右上に飛んでいます。
いいですね。こうなるとジュピター固めれると思うんですけども。ちょっとガソスト止めたいですね、早めに。マーククイーンが2人止める。ここで RC がポイント取れる形になりますね、次ポ。さあ、次ポナカ、ランポが上で耐えますが、リジェクトが3枚で突っ込んできた。これは厳しい。3枚同時に突っ込んでくる。ジュピター、ここでリスポーン飛んで、オールダウン。残り20秒。恐ろしい。あとは時間稼ぐだけなんじゃない、RC。ブラロジーを抑えておくだけ。ハムスターが PDW で2人目。いや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 、ジュピター前に上がれずに200到達。GG、いや強い完封ですね。完封でしたね。わずか77点。いやプロゲーミングチーム同士の戦いなんですけども、リジクと恐るべし。どこまで強くなるんだこの人たちは。